先日コーヒードリッパーのタイプ分けやってみましたご覧いただけましたでしょうか羊コーヒーヒの森ですその時ですねウェーブフィルターのストック式がないという話をしたんですけれどもあの動画公開後ですねコメントをいただきましてかなり有力な情報をもらいましたでこのディッセンバーコーヒードリッパーというです、ね、このドリッパーを紹介してもらったんですけれどもどうやらこれがウェーブ式のストック型に当たるんじゃないかっていう話なんですよね ですごく興味があったので結構高いドリッパーだったんですけれども早速買ってみました。で今日届きましたのでえ開封レビューを行っていいいきたいと思いますそれではスタートいたします。スケ はい。それではディセンバーコーヒードリッパーを使っていきたいと思います。まずですね、開封していきたいんですけれども、パッケージはですね、あの裏張りしてるシール以外ほぼ英語で、海外のプロダクトのようです。で、原産国は、えー、韓国と書いてありました。じゃあ、早速開けていきます。デザインもおしゃれですね。ディセンバーコーヒードリッパー。はい。これが説明書。あ、説明書日本語ですね。4段階調整ができると。可変式。 コーヒーーヒドリッパーですすすってて書いてありままね、はい、開けます紙に包まれてますねはいうんなるほどねここで変えていくんだここがメモリになっててここから0123また2も210とまあ使うのはこの辺りでしょうね結構滑らかに動きますね で0のところに合わせるとすべ、まあ、て穴が閉じた状態になるとで123となるほどかっこいいなであラバーは外れるみたいですねここのラバーは外れますなのであの洗う時とかはで、えー、セットできるのがウェーブフィルターはいウェーブフィルターこれですねカリタの185これがぴったり入ります入れてみましょう うん、こんな感じで多分これ開放しておけば普通にウェブとして使えて閉めておけばストック型として使えるとでさらにその中間もできるとゆっくり出すとかそんなこともできたりとかしてかなり遊べるんじゃないですかこれ可変型コーヒー的化装置みたいな感じですねじゃあコーヒー入れてみましょうはいそれではドリッパー使っていこうと思いますまずですね お湯入れてみたいいと思いますちょっとですね温めがてら今ゼロに合ってるんでゼロに合わせた状態でお湯注いでみますいきますあ下止まってるかなあーちょっと漏れてますねなんかね注意書きにね下からゼロでも漏れることがありますって書いてあったんでこれ閉めたらどうなんだろう完全に止まるんすかね,ね完全に止まるような感じではない ちょっと入れてみましょう、一回。はい、こんな感じ。下からポタポタ落ちてますね。まあ、完全にクレバーとかスイッチみたいに使えるかっていうと、そういうわけではなさそうですね。じゃあ、メモリをですね、回していきます。1。うん。そんなにめちゃくちゃ速いっていう感じじゃないですね。やっぱ、1だと4つ穴が開いてる状態。次、2。 ああ、これでも結構早いような気がしますけどね。次、3行ってみましょう。はいあ。さっと流れていきますね。あ3は結構早いですね、まあ。今みたいに流速をコントロールしながら、まあ、いろんな使い方ができると。じゃちょっと豆引きましょう。じゃあ、フィルターセットしていきます。今日はエチオピアのゲシャビレッジ農園ですね。ゲイシャ入れてます。 で引き目どうしようかなと思ったんですけど一応今日はシンプリファイとか極細とかかって書いてあるんですけどちょっとあのスイッチ的にクレーバー的に使ってみたいのでプリックス8でケイウルトラの8でいってます、まあ、ちょっと細かめですねでやってみたいと思いますで豆は 16g でお湯は えー、マックスですね。このフィルターで270とかしか入らないんですよ。なので、まあ、それくらいの感じでいきたいと思います。じゃあいきましょう。まずですね、ゼロに閉じて、さあ、クレバー的に使えるか。いきます。うん、蒸らし入れた方がいいかな。 いいか。ちょっとそのままいっちゃいます。下から落ちてるね。今、240まで来ました。270。そうっすね。ギリギリですね。で、落ち続けてるっていう感じですね。で、紳士時間3分30秒とかいつもやってるんですよ、クレバーは。 なんでそれくらいかなと思ってるんですけど、まあ、ゆっくり下から落ちてってますからね、もう。あんまり取りすぎなくてもいいような気もしますけどね。どうなんですかね。一応3分くらい目安やってみましょうか。結構落ちてるな、もう。段階的に解放したりとか、まあ、そもそも完全なストック型として作られてないですからね。多分、あの、流速を変えられる可変式コーヒードリッパーですからね。まあ、今日はちょっと。 コンセプトト的にストック型で入れたいいなっていう感じですけど、うん、もうね今1分50秒のところで100ぐらいは落ちたんで半分くらいは落ちちゃうのかなでも抽出の後半って、まあ、ちょっと渋い成分だったりとか意成分が溶けやすいじゃないですかなので前半でも落ちてしまって、まあ、上はこうコクを補う分最後落とすとかってこう考えれば、まあ、上にアクが浮いてれば、まあ、そんなに問題じゃないのかなって思ったりもしますけどね この方法でも。紳士でゆっくり敵化してるっていう方法でしょ。まあ、クレーバーとかはちょっと雰囲気違そうだけどどうなんだろうな。なんとも飲んでみないと分かんないですね。あと30秒待ってみます。はい今3分なんですけれども150ぐらい落ちちゃいましたね。150落ちちゃいました。で多分250くらいまではいくはずなんで解放してみます。あちょっと漏れてるかなここ。はい。1 3までいきましょう多分こういう使い方でもないんだろうなはいどうですかね美味しいコーヒー入ってるといいですねうんまあ香りはいいですよもちろんで3分で解放して今ですね1分ぐらいかけててるんで4分ですかね かかけて、えー、落としたみたみいな感じですかね。まあ最後ちょっとアクが落ちそうなんでここ切っちゃいましょうもうこんな感じですポタポタとはい本当にねちょっとだけ残ってますじゃあ飲んでみたいと思いますはいじゃ入りました飲んでみたいと思いますちょっと濁りましたね いただきます。うん。あ、うまいぞ。結構うまいですね。あの、ウェーブ独特の軽さっていうのはあるんですよ。この層が高くならない分の、スイッチとかで入れると、結構そのコクを補えるみたいな。で、スイッチクレーバーって結構優秀なんですよ。では、またちょっと違う軽めの、どっちかっていうとシンプリファイよりの味なのかな。やっぱりフィルター。 まあ当然のことを言ってるんですけどただシンプリファイは一等なのでそのもっとこう軽さがあって軽さがあるっていうことはまあ苦味渋みみたいな成分が減ると相対的に酸味が上がるんですよねなので酸味特性すごくわかるねっていうドリッパーだったんですけどまあ紳士時間がちょっと長く取れる分渋みとか苦味みたいなそっちの成分も少しこう入ってくるので相対的に酸味はまろやかになりますね。なんですごく丸く丸て 全体のバランスがより良いコーヒ今ーちょっと今日変な入れ方してるんですけど実際はこれ流速を変えながら豆によって特徴を引き出していくっていうタイプのドリッパーだと思うんですよ。多分ストック型でもなないいのかっっていう感じですね、うん、今日使った感じでまあ下のネジちゃんと止めれば、まあ、完全に落ちなくなるのかっていうのはちょっとこのあと検証いろいろやってみてまた何か分かれば動画にしたいと思います。 で、レシピなんかも、まあちょっと動画にしてみたいなと思うんですけど、まあ、なかなかね、この流速の感じで変わる抽出レシピとかってどうなんですかねでもなんかちょっと面白い気もしますけどね。なんかこう、入れながらこう変えなきゃいけないから忙しくはなりそうですけどね。まあ、ちょっと何か一石閉じるような可能性は感じたので、ちょっと追加検証していきたいと思います。 はい。というわけで、今日はですね、流速可変式コーヒー滴化装置ディスセンバー使ってみました。すごくですね、面白い器具だなと思いました。ただね、これ6600円するんですよ。なので、まあ、お財布にはそんなに優しくないコーヒーが入るのかなと思います。ぜひ、興味ある方は、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから飛んでみてください。今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。またね。